皆さん、こんにちは。今回は、桜通り線で走っている、桜山、行きについて、取り上げていこうと思う。9時40分、先発の徳重幸が入線。先発の徳重幸が出発したので、桜山駅の列車が先発になった。桜山駅の列車は、1日に1本しかなく、平日は、今池、22時9分しかなく、土曜、日曜、祝日でも、今池、9時44分の、1本しかない。そして、9時44分、桜山駅が到着。この日は、6000系6101編成が運用についていました。それでは一駅間、実際に乗ってみましょう。
トブータも CD さんで。一日に一本しかない桜山駅の運用、貴重な時間を楽しむことができたと思います。今日も桜山までの短い距離だが、利用する人の足として桜山まで走っているであろう。